ということで、えー、鉄道のこう思い出を語るということでございましてね。もともと私が、ね、かつて住んでた地域でございますけどね、えー、結構鉄道にまつわる話というのが結構こう多かったりするものでございましてね。まあ、特に北海道、東北というのはこう鉄道のこうま歴史というかですね、えー、かなりこう古くからこう伝わっていたりもしますけども。 というの中でございまして、まあ、最も鉄道って古い場所っていうのは東海道本線ということに当たると思うんですけどね。えー、はい、ね、それで新橋、横浜間ですよね。まあ、これ現在とはちょっと違うところとはなるんですけども、まあ、ここがまあ、最も古い、えー、その路線の一角としてなってるわけでございますけどね。えー、東北ですよね。東北温泉がこ後に引かれていきまして、まあ、その後にこう、どんどん、えー 遠くでも鉄道の発達というのが進んでいくわけでございますよね。えー、かの有名な、ねえー、宮沢賢治さんという、ねえー、方がいるんですけども、この方も鉄道派とハンドして、えー、知られております。えー、結構写真を、ね、撮ってたりをしていまして、えー、自身の作、ね、品の銀河鉄道によるというのは釜石京明鉄道というです、ね、現在の JR 釜石線が代々、えー、になったと言われております。えー、結構 偉人たちはね、えー、結構鉄道ファンが意外とこう多かったりするわけでございまして、えー、例えば徳川慶喜ですよね。徳川慶喜さんも鉄道オタクだったと言われております。えーまあ、15代幕府という15代の将軍ということなんですけども、江戸幕府が終わってからこう鉄道がこうだんだん広がっていくじゃないですか。でこう写真が、ねえー、当時に出回ってまして、 えー、この徳川慶喜さんって写真を撮るのが非常にお好きな方だったんですよ。で、徳川慶喜さんが撮った写真っていうのはね、今でもこう現存しているものがこう多くありまして、その中でも鉄道の写真っていうのが結構多くあったと言われておりまして、えー、鉄道ファンであったということが、まあ、明らかであるということでございます。えー、と同時に、えー、先ほど言った宮沢賢治さんもね、えー、鉄道のこう写真っていうのを結構撮ってたみたいですよね。 えということでね、えー、まあ鉄道のこう広がりというのはね、えー、歴史というのは、えー、動画で、ね、話している,る動画がありますから、ぜひそちらの方を参照していただければなと思いますけどね。でね、えー、今年もまあ鉄道の日がこう近づいてまいりましたけども、まあ、何でしょうかね、えー、まあいろんなところに行ったりしてね、こう鉄道を楽しむというのはね、 またそれまたいいんですけど、こうやってね、話すっていうのもね、えー、またいいのかなとか思ったりしていますで。ちなみになんですけど、この写ってる写真というのは実際に私が行ってきて、行って撮ってきた写真でございましてね、えー、これは JR 成績線の多、えー、賀城駅になります。多賀城駅、えー、まあ今現在、高架線の駅なんですけど、もともとこうね、平面のところでこうね、えー、鉄道がこう敷かれていて、後にこう高,架高架になった。 路線の一つなんですけどもねまあこうやって見ますとね一、えー、代のこう移り変わりっていうのがねよくわかるような感じしますよね、えー、こう周りとかねこう風景とか見てもこう一変していて、えー、10年前と比べるとまたちょっと違った雰囲気っていうのが、えー、この写真からもねよく分かりいただけるんじゃないかなと思っておりますということでと、えー ねえー、鉄道ファンがね、えー、またこう増えていくことそれを楽しみにしたいなと思いますある程度のマナーはねしっかりこう守っていただきたい,と思います